前らなんだろう。我々と言いますか、達川を殺したのはこの私だよ。 OK。 なぜ達川を殺した？ Yeah, why? 聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係だ？俺の質問が先だ。達川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。To who? 達川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。 To who? ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ、中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。遺説によればその数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋会は多くのヘイハイツを日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたに。Come on, Ed. You already gave us like the rest, man. どうしても聞きたければ。あの世で達川から直接聞くといい。この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ、ぶっ殺しやる。ほら、ほら。 Yeah, I knew he was gonna drive us through the door. Hey, Ed. Yo, Ed, you cannot take a punch. I don't like this. Okay, I like this. Okay.That explains the health pool.
He's dead. I guess we just all took him off, huh? Yeah, I'm gonna need this real quick. Thanks. Hey, Ed, if you could just take this and hold the share for me, thanks, bud. TY2Y. Also, Blue211, oh my god! Welcome to the stream, hope you're doing well. Oh my god! He just like snuck in. He just like snuck into the crowd. This is so insane. I hate it. Okay. Is turning into Hyrule Warriors? I don't have the power scaling for that. Dynasty Warriors, actually. You may not be wrong. You may not be wrong there. キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タズカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タズカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タズカがお前らにした裏切りってのは何だ。It's like the best question, yeah.往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。That's not good. Also, what's up, Quinn? What? マスゾエか。マスゾエ。Why the hell is he here?Oh, neat. Kiryu の兄貴。踊れら。ようやってくれたの。たった4人でアジア。Warhammer has a variety of different games that are different genres. どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なる。東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何？俺はな、キリュウさん、中身は生っ粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川？達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ、俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。Are you talking about Total War? Total War is an RTS. このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。
今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが辰川を殺した理由を聞きに来た。辰川があんたに何の関係がある？辰川は広島で沢村遥って娘にハルトっていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって Just like actually your daughter。 沢村遥があんたの？そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。マスゾイ、早くこいつらを撃て。何を持ちぶっている？落ち着いてくださいよ、江戸さん。ボスが来てます。何？ボスが？なんでわざわざこんなところへ？私は西洋界総帥のローというものだ。バン。Yeah, there it is. あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ。そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。 Great 0824 Welcome, welcome, hope you're doing well。 明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ。我々は今、東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？はあ、分かった。いいだろう。Okay, there's something up with our boy, though. 明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただし、ボスが招待しているのは Not Shangri-La again. キリュウさん。 It's gonna be a huge fight segment. All right. The PS5.Sheo Gorath! Welcome to the stream. Hope you're doing well. Welcome, welcome. It's a great name. Yeah! Yo, Ashura, I'm here to be here. Oh, man. Why did the Chinese people kill Ashura? I don't know. Maybe Masuzoe was just a good person from Hiroshima. Yeah, that's not it. He's a bad guy.わしゃ今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、
あの舛添が中国人じゃったとはの。兵配置とか言うとりましたが、立つかと言いますと。 Yeah, its upscaling is doing really good. 一体どうなってるんですか。 Well, it was a really good looking PS4 game. 兵配置って何なんです。中国の一人っ子政策を守らないと生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも、Chat, didn't they eliminate the one child policy? Correct me if I'm wrong, but isn't that actually gone now? 人って産んじゃうんですよ。ところが、生まれた子を役所に届けてないもんだから、戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。Thanks. 広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいる。今までそんな話聞いたことないですけど、でも実際陽明連合会の中にタスカとマッソエの二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国人のスパイと繰り込まれたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのはなんかつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは辰川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気でローの誘いを受ける気ですか。ああ、辰川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。 Yeah, we have so many puzzle pieces here, もし誰かが意図的にやったことだとすれば、ハルカがまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。ローが俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。タツカーと松添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、ローが松添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます。ん、俺タツカーから中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。道島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語はなんて言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない。 What is that supposed to mean? Yeah, also great, thanks for that follow, much appreciated. TYTY friend. What?Chat, I need answers. I need answers. And pictures from Spider-Man. Wait. That's not right. Kamuro 町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。
カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな弱輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は聡明やさ、あんたの時代だろうが。そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだそれじゃあ、西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことなら、もう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても、中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは、西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんなら、もう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は聡明や。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら登場会の街ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れ、このクソガキ。何しに来た、ソメヤ。お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話ありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。何だと。四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃
東条会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それでローと次に会うのはいつです？その時に俺をローと引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる？ご存知の通り、東条会は今ローの最王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも、ローはある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす最王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東条会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東条会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東条会と西洋会の抗争に幕引くには、この俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも東条会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く義理はな。おい兄貴はの、ローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東条会内部にいるらしい。この話聞いたことは？ありますね。その噂によれば、西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東条会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東条会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東条会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまた。 We're bringing him? Why are we bringing him? ローのところへ案内する。What? え、あ、兄貴ちょっと、ええんですか？ただしローには今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴行けんよ。あのソミヤの下道は抗争相手のローをやる気じゃ。 You're right。 もしそがな真似されたらもうローから立つかの話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺はソメヤと一緒に動くんだ。あのソメヤって男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそれかっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあのソメヤが来ます。あいつを連れてローのところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備していた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っております。広島の方も気になりますけ、
田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。Boy, do I need health items. I need so many health items because chat with tomorrow when we come back to this. I'm gonna need them. Did you like that? Did you like that tomorrow, chat? Did you like it? I know you liked it. You didn't like it tomorrow? You didn't like it tomorrow? Oh. I was really proud of that one. I thought it was like a 5 out of 70. I thought it was pretty solid. I thought it was pretty solid. Speaking of things I think that are pretty solid.